ジョージ・エル・ウッド・スミスはアメリカの科学者で電化結合素子の発明者の一人である。2009年にノーベル物理学賞を1、4で共同受賞した。受賞理由は殺像半導体回路の発明である。ニューヨーク州ホワイト・プレーンズに生まれる。アメリカ海軍に勤め、1955年にペンシルベニア大学で理学士号を取得。 1959年にシカゴ大学で博士号を取得した。学位論文はわずか8ページであった。1959年から1986年までニュージャージー州のマーレイヒルにあるベル研究所で働き、革新的なレーザーと半導体デバイスの研究を行った。在職中スミスは数多くの特許を取得し、最後にはベルシーデバイス部門のリーダーとなった。 1969年にスミスとウィラード・ボイルは電化結合素子を発明した。ボイルとスミスは熱心な船乗りで多くの旅行を共にしている。退職後スミスは妻のジャネットと共に5年をかけて世界一周旅行をしている。2001年にガタの着た骨をさらなる嵐に合わせないという理由で趣味を引退している。ありがとうございます。